政治と科学って結構リンクもしてるけど、やっぱりきちんと分けて考えなきゃいけないことだと思うんですよ。なんていうか、そのエネルギーを取得するためのコストと、そのあとはそれを消費していくためのそのコストと、それぞれを極めて科学的に勘案して決めていくべきことだと。で、そうするとこの方向だなんていうことよりも、そこはもうむしろ合理的にやるんだっていう大方針が僕はその展望なんですね。大きな展望で、その原子力もその軸だとちょっと思っていて、よく私がその、ね、かつて4人派だったのにって言われると思うんですけれども、それみんながそうだったと。で、まあ、一つは事故なんですけども、もう一つの大きな問題として、結局廃棄物の処理とその核燃料サイクルに関してもはや目処が立たないって言った方が正しいと思うんですよね。10ドルでいいんだったら、これは相当まだ使えるぞという状況が変わったなら、それは現時点ではその無理をしていく原子力をするってことではないと。で、例えば核融合みたいなね、その夢のエネルギーっていうのは、まあ、それはそれでやってるわけじゃないですか。常温核融合を含めて、常温核融合は全くその放射性廃棄物出ませんみたいな話だから、ただそういう意味のその核エネルギーであって、それは夢の、まあ一回夢で失敗しましたけどでもとはいえ次のね、そのまた別の技術としてのエネルギーがあるなら、それはそれで可能性は追求すべきだしと。ただまあ県としてのその模索の仕方は逆に俺もちょっとがっかりさせてしまうかもしれませんけれども、やっぱりその科学って行政ができることは基本的には資金的なとか、その科学のインフラ整備なんですよね。 それ自体はあんまり県行政というものが方向性を決めていっても失敗することは多々あるわけなので、そこはその学者であり自由な学問であり、その自由な民間の圧力に委ねながら、しかしそのやっぱり大量の投資がいるものですから、その投資のインフラやその実験のインフラを揃えていくということになると思います。そうするともう人口減自体は避けられないんです。だそうすると話は2つに分けなくちゃいけなくて、まず人口減に対する対策、起こってくる人口減、事実として起こる人口減に対してどう対処するか、どんなにあたっても10年20年は防ぎようがない。そうするともう目の前に来るその人口減には必ずもう対処しなきゃいけないです。そこであんまり夢みたいな話するのはちょっと無責任で、可能な限りその愛着を生かしつつ、まあやっぱり人口減の現実に合わせたその効率的な運用っていうのはしていかざるを得ないな。まず絶対到来する少子化に対しては極めて現実的にそういう都市設計なりサービス設計を着実に進めるしかない。でもそれは避けがたい、まあ当たり前なことを言うと出生率減なわけですよね。で、出生率減の、まあ、明白な理由は晩婚化って、要はその結婚しなくなったっていうことと、あとはその結婚した人がこうもなかった、まあ、当たり前のことを言ってるわけですよね。で、そうするとなんで結婚しないかと、僕自身も結婚できてないんですけれどもそれは基本的にやっぱりね、働く皆さんに余裕がないからだと僕は思うんです。お金と時間、若い人にお金と時間があったら、そんな結婚して子供作るさとだって若いんだからと、ね、だからやっぱり社会全体が若い人にお金と時間がある社会にならなければいけない。ちゃんと残業代払いやサービス代に減らしたらね、随分皆さんの給料も上がるはずなわけでね。その辺をもう、ね、地道にやるしかないのかなと。新潟県ってなんかよくわかんないけど、なんかさりげに住んでみたらなんかやたら子育てしやすくないっていう、なんか仕事場の人も早く帰るのに容認してくれる、子供に容認してくれるし、子供育ったらなんか子育て支援施設いっぱいあるし、でなんかその子供の教育、子育て幼児教育みたいなね、英語教育みたいなのもうちお金あんまないけど、その子育て施設に行ったら英語教育もしてなんかちょっと安くしてくれるし、なんかすごいなんかやりやすいよみたいな環境を、まあ、地道に作るってことに僕はつけると思ってますって感じですね。ね、結局これってね、例えば野球部でも何でもいいんですけど、野球部のキャプテンを選ぶみたいな話なんですよ。ね、野球部のキャプテンって、まあ、公約って言われたらね、それは甲子園に行くれるようにしますと、でこの練習あの練習をしてこうしますああしますっていうわけなんですよ。でも、まあ、実際問題やってみなきゃわからん、正直言って。で、公約っていうのはその始める前のそのなんていうか計画に過ぎないわけで、よく実行しだしたらそれは現状に応じていろいろ変えてったりやってたりするわけだから、あんまりそこで選べるもんじゃないし、それがその時間に、ね、でもじゃあキャプテン誰がになるかで
その野球部って変わるかというとだいぶ変わる。やっぱりリーダーと選ぶときにはリーダーの その約束もそうなんですけれども、その人は合理的な、どんな姿勢で物事に挑んでいくのかっていうことの方がむしろ大きいんですよね。僕自身は自分は非常に合理的でありたいと思ってるんで、いろんな方の意見を聞いた上で最も合理的な手法を取って、かつ非合理的な負担を人に求めることに対して極めてそのやりたくないと思ってるタイプの人間なんですよ。なんか根性論の人っていうのは、あれ根性論もいいんですけれども、なんか無意味な負担を人に求めることが平気な人たちなんですね、あれ。まあ、自分でもなんですけど、僕は割にフラットな人間だと思うというか、でそれは多分強固に、かなり強固にその人間は平等であると思ってるんですよ。合理性とか、その、まあ、今見た公平性ですね。あともう一つ、僕公正性っていうのも、最後に公正性って僕の特徴の一つだと思うんですけど、公平と公正性に違う考え方なんですよと。公平っていうのはなるべく多くの人になるべくたくさんのっていう、まあ、なんかそういう概念ですね。で同時に次公正っていうのもあって、公正っていうのは理不尽に不幸な思いをする人を作らないっていうのは公正なんですよね。でそれこそ、まあ、難病で苦しむってある種の理不尽じゃない、天から降ってきた理不尽みたいな、そういう人はやっぱり救わなきゃいけないとか、すごいお金がないから介護受けられないみたいなのってすごい嫌いって、それはやっぱりみんな介護受けられるべきじゃないか、そういう理不尽も救うよなっていうところがあるので、まあ合理的で公平で公正だと思うと、でそういう、まあ、姿勢が大事なのかなと思いますよ。でとはいえね、やっぱり、まあ、人間も30過ぎちゃうと、まあ、30、まあ、40になっちゃうとね、それまで生きてきたものにすごい縛られるわけです。僕なんかもその、ね、原発再稼働とか原発容認したってことに縛られるわけですよ。ね、今回苦労してるわけです。だもう40まで生きてきたということ、その自体がものを変えることを難しくする、いろいろ、まあ、できるけどハードルが高くなるね。逆に18から30代までって自分自身の稼ぎがまだ少ないから、まあ、いろんな可能変えられるしチャレンジもできるんだと思うんですと。でそういうものをやっぱり変えていく力っていうのが本当に新潟を変えていくんだと思いますと。むしろ皆さんに心から期待してますし、で同時にそれをできるしやすい環境をしていくのが知事の役割なんだろうなというふうに思います。どんな感じを作りますので、ぜひ皆さん本当にその若い力で県を変えていっていただきたいと思いますっていう、はい、ありがとうございます、はい。